最高ということでね、どうもガムです。はい。今回なんですけども、歯ブラですね。歯ブラシということでね、使っていこうかなと思います。ただね、使うだけじゃないです。まあ、今シーズンでですね、まあ、そのランクマッチの報酬で、無課金でもね、ゲット、入手できるようになったっていうことで、かなり使用率上がっている武器でございます。はい。でね、まあ、アタッチメント結構皆さん気になるでしょう。まあね、結構僕からのね、おすすめのアタッチメントっていうのはあります。はい。このね、まあ、4つですね、サイト、フォアグリップ、サプレッサー、大型マガジンという感じなんですけども、この中で、つけるだけで、なかなかもう武器自体の性能がもう全然違うっていうね、感じの武器があります。武器じゃねえな、アタッチメントですね。はい。それは何かっていうと、サプレッサーということでね、サプレッサーに関してなんですけども、これ使うだけで、つけるだけでね、全然違います。全然違います。実際ね、使ってみればわかると思うんですけども、歯ブラって近距離なかなか強いんですよ。まあ、近距離と中距離。で、まあ、無反動っていうことはね、大体皆さん知ってると思うんですけども、このサプレッサーをつけることによって、反動がね、少なくなると。反動が少なくなる。しかも、このフォアグリップの組み合わせによって、なかなかね、まあ、反動がなくなる、もうほぼ無反動。ICR 並みの無反動になるっていうことで、かなりおすすめできます。はい。まあ、射程ね、まあ、ちょっと射程も減ってしまうんですけども、やっぱりね、この歯ブラもともとね、射程っていうのはかなり長いし、で、4発級なんですよね。4発級でレートも高い。もともと AR 最強武器だったっていうことで、かなりね、ポテンシャルは、もともとのポテンシャルはね、高いっていうことなんですけども、サプレッサーをつけることによりね、さらにパワーアップするという感じの武器ですね。これ早速ね、使ってね、強さをちょっと分からしていきたいと思います。はい。ということでですね、ドミネーションのレンジやっていきましょうか。で、歯ブラにね、もうサプレッサーをつけると、マジで強い。マジで強い。まあ、銃声もね、乗らないっていう、そう、マップにね、銃声乗らないんで、そういうメリットもあるんですけども、もともと歯ブラめちゃめちゃ強いです。サプレッサーつけなくてもね。サプレッサーつけなくても強いし、サプレッサーつけるとね、かなりいいところっていうかね、特徴が出てきますんで、なかなかおすすめの武器でございますね。で、この試合ね、ソロランなんで、まあ、その前半からね、まあ、しっかりその3点取りっていうか、まあ、2点取りをして、点差をつけていかないと負けてしまうんですけども、昨今できたんですけども、味方に任せていきましょうか。で、もうここ見てくださいよ。この時計よ。もう一瞬よ。もう敵がね、アイスクリームみたいな時計でいきますんで、これね、なかなかね、強い。もう本当にね、キル速で言ったら、かなり速い AR なんじゃないかなと思います。117にもね、負けないキル速っていう感じで、初心者もね、割とこの歯ブラ使ってみると、強いと思いますね。さて、これ C 取られそうなんですが、さ、その前にね、B に、めっちゃ頑張っていった。なんですけども、これ C 諦めましょうか。まあ、味方が A 取ってくれてますので、さあ、これね、待ちましょうか。さあ、やっていって、この試合デッサですね。デッサなんですけども、なんと試合の後半に V トルを出します。はい、ここだけの話。ここだけの話ってね、ちょっと言い方がね、ちょっと気持ち悪いんですけど、なんかうさんくさいね、商品しようかな、詐欺師みたいなんですけども、もうここだけの話、この試合ね、後半。でさ、で、V トロ出しますんでね。さて、まあ、この下にね、味方、敵がいるんですけども、さあ、これゆっくりね、覗きながらですね、やっていきましょうか。まあ、2点取りしているんで、まあ、それほどね、まあ、焦ることはないんですけども、カメさんね、キルチュンなんで飛び降りていくっていう感じで、さあ、リードをして、まあ、敵もやっているんですけども、これね、やってしまいましたね。で、この AK1 っていうのはね、実はね、もう詐欺なんですよね。これ多分動画出すと思うんですけども、実はステータス詐欺っていうことでね、まあ、皆さん多分気になると思うんですけども、その動画もね、ぜひぜひちょっと見てもらっていいかなと思います。見てくださいよ、この歯ブラ。今見ました。やばいっすよ、この時計。ここも、やっていく。いやー、この時計と安定性よ。これ使うしかないでしょ。この KN でもね、あんなブレ出せないっすよ。そう、あんな無反動のね、ブレ出せないんで、さ、これね、ここで前半が終わっていくという感じでね、素晴らしい、本当に。これが油ですよね。という感じで、てかさ、このゲームさ、割と課金ゲーがどんどんね、なんか無料でも手に入るっていうところが、まあ、いいところはいいんですけども、ちょっとね、まあ、課金してる人からすると、みたいな感じにはなっちゃうよね。せっかく課金したのに、みたいな感じにね、まあ、なってしまうんで、ちょっとあれなんですけども、いやー、ちょっと、まあ、そこら辺は難しいよね。多分、どっちでもね、批判されると思うんで、運営さんもかわいそうなんですけども。さあ、という感じで、アナイアレーター溜まっているんですけども、まあ、ハブラでね、全然大丈夫だっていうことで、やっていきましょうか。さあ、カウンター UAV も溜まっていったんですけども、さあ、ここでね、C から来るっていう感じで、さあ、めちゃめちゃ敵がいるんですけども、さあ、これね、気をつけて、待ちながらやっていきたいですね。これ突ってしまうと絶対負けてしまうんで、さあカウンター UAV を出して、アナイアレーター発動っていう感じでしっかりやっていってね。この時のアナイアレーターはね、全然エイム良くなかったですね。エイム合わせるのめちゃめちゃ遅くてね、これアナイアレーターめっちゃ気持ちいいですよね、本当に。
そう、アナイアレーターが一番気持ちいいんですけども、さあ、しっかりここもやっていくという感じで、さあ、あと3球でね、V トールが溜まりそうですね。さあ、ここの AM もカットしていく。カットしていくどうも、ということでね。さあ、これやっていって、さあ、もう一人いますね。これ多分、僕に気づいてないんで、後ろから、バチコルとやっていくという感じで、V トール溜まっていくという感じですね。いやー、本当にね、今の環境ね、結構きついんですよ。アナイアレーターとかあるし、あと、KN っていう最強武器もあるし、結構ね、今の環境ね、そう、まあ、その、デッサーで V トール出す、そう、ハードラインなしで、V トール出すっていうことはかなり厳しいんですけども、ここでね、V トール発動っていう感じでね、本当に強いです。本当に強いです。KN がね、使えないでしょ。絶対にハブラ使って、マジで変わるから。そう、マジで人生と、なんかニキビがちょっとなくなったりね、体重がちょっと減ったりね、身長がちょっと高くなったりしますんで、ぜひぜひちょっとね、ハブラ使ってみてください。本当にね、リアルでモテたいし、ティッシュはハブラを使うべきかなと思います。さあ、これ4番にいるんで、味方を押しのけてですね、リスキルしていきたいところなんですけども、さあ、これ C やっていきましょうか。いやー、素晴らしい時計。いや、いいですね。本当にね、ハブラね、使って楽しいでね。さあ、これ、下打ちしてしまったんですけども、さあ、これはおそらく、シャワーに湧いてるんですが、そろそろ試合が終わりそうですね。まあ、3点取りしてるっていうことでね、なかなかいい試合だったんじゃないでしょうか。まあ、V トール出したっていうこともあるんですけども、結構キル数がね、30キル近いっていうことでね、なかなかいい試合。GG ということでね、最後ということで、2試合目なんですけども、これ、フルパスね、フルパでね、俺し、この時やっててさ、果たしてこのパーティーでキルを取れるのかみたいなね、感じに思ってたんですけども、割とね、フルパで組んじゃうと動画撮れないんですよ。そう、なかなか強いパーティーとかでね、組んでしまうとね、本当に全員リスキルしまくってね、俺に、敵が回ってこないっていう状況になってしまうんで、あ、ちなみにこの時ね、ハードラインですね、ハードラインで、V トール、V トール積んでないんですけども、割とね、スコア狙ってるっていう感じの試合ですね。結構待ってます。はい、カメさん、結構待ってるって感じですね。まあ、味方はどんどん突っていってるんですけども、最前線が見えるところで、イモルベシ。はい。最前線。SMG が戦ってるところでしっかりイモルベシ。そうすると、味方のね、アシストもできますんで、イモルときは絶対に最前線がね、見えるところがいいかなと思います。最悪とかやったら最悪なんで、そう。最悪。いやー、ちょっと全然面白くないんですけども。さあ、これ北手へ登っていくんですが、これおそらくシャワーから湧いてますね。見てくださいよ、この時計。今ね、かなり危なかったんですけど、これですよ。この時計、ジャンプして着地したらね、敵が死んでいるって感じの、恐ろしい切り損なんですけども。さあ、これね、もう一人空いているんですが、さあ、もう一人いますね。出てくるところをしっかり、この切り損、やばないですかさっきから俺、この切り損、やばないですかしかね、もう定型文になってるんですけども。さあ、これシャワーに湧いていますね。やっていきたいところなんですけども、さあ、その距離、SR の距離難しいですね。いや、割と AM 当てたんですけども、これでね、やってしまうという感じですね。さあ、プレデターを見舞いしていくんですけども、外していくという感じですね。まあ、プレデターもね、割と欲張らずっていう感じで、で、このハブラなんですけども、まあ、どの武器にもね、共通するんですけども、しっかりね、敵が来る。敵が絶対ここで来るっていう時は、しっかり伏せ打ち。はい。もう、伏せる。絶対にこれを意識してね、やっておきましょう。これするだけでね、全然、近距離のね、アサルト対面とかのね、打ち合いとか全然変わりますんでね。さあ、ここでスパロー溜まっていくんですが、さあ、UAV だしね、やっていきたいところなんですが、さあ、これ敵はどこにいるかっていう感じですね。おそらくシャワーに湧いているんで、これさ、この上に足落としたんでね、しっかり、ぶちまけていくという感じなんですけども、さあ、これね、4番に湧いていますね。さあ、4番にね、スパローリスキルしていくんですけども、さあ、ここからね、スパローの強さを見せていくよという感じでね。さて、これ1人やっていって、2人やっていって、これ強ないですか？さあ、スパローのね、悪魔ですね、S1 の悪魔が蘇るということなんですけども、さあ、ここもやっていって、これ、ね、スパローマジで S1 の時やばかったんですよね。そう。マジで、シーズン1の時はスパロー上でした。いや、今のアナイアレーター以上やね。そう、マジで害悪すぎたんで、スパローはね。そう、ちょっと、ちょびーってね、貯めるだけでやられましたんで。さあ、ここもやっていくんですけども、UAV 出し間に、チクルトをやられてしまうという感じですね。さあ、そろそろ試合が終わりそうですね。130対、2という感じなんですけども、ここね、なかなかいい反応でした。これね、上にいたんですけども、ここでしっかり、やれるっていう感じで、結構いい反応だったんじゃないでしょうか。さて、これ4番に、湧いて、で、これラストですね。さ、ポイントを取りたいという感じなんですけども、頭一個出し抜いて、もう一人やって、最後はやってしまうという感じですね。どうだったでしょうか。なかなかね、この試合もいい感じでしたね。いい感じでしたね。という感じでね、21キルという感じでね。はい、ということでね、まあ、今回ハブラ使ってみたんですけども、どうだったでしょうか。割とね、サプレッサーつけることによって、安定性とかね、かなりね、倍増しますんで、おすすめで、
ございます。はい。まあ、近距離もね、もともとハブラ強いんでね、やっぱり球速も4発キルで、レートも高いってことで、なかなかおすすめできる武器なんで、ぜひぜひね、もう KN が終わった頃には多分ハブラが来ます。はい。もう本当に KN がもうオワコンになった時はね、弱体化されて、もう使えなくなった時は、おそらくハブラがね、また上がってくるんじゃないかなと思います。おそらく11になるとね、そう、AK11 になると戦ったら、多分ハブラの方がね、性能的には高いんで、ぜひぜひね、もう、流行った時には使ってみるといいかなと思います。もちろん今からでもね、使ってみても全然通用するかなと思いますので、ぜひぜひね、試してみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。